はい、コツの虫メディアへようこそ。今回ご紹介するのはね、前回ご紹介しましたフィギュアーズゼロ、はい、超激戦エキストラバトルの邪念場、あれをね開封させていただいたんですが、めちゃくちゃ敵がいいので、ちょっとゴジータの方どうにかなんないのかなって話したと思うんですけれども、調べたらですね、なんと修正されたバージョンがあるらしいことを突き止めたんですよ。それがなんとね、コミコンっていうね海外のねイベントなんですけれども、まあ、日本でも開催したりするね大規模なイベントですね。コミックコンベーションってやつだったっけな、確かそれのコミコンっていうやつですね。それの限定のやつが出てたらしいんですよ、ゴジータ、しかもなんと修正されているっていうね。くそったれ、なんだと思ってね。でも修正ってもう どこを修正したんだろうと思ったらね、悪かった部分が綺麗に直ってるっていうのをねちょっと画像で見まして、やっぱこれだったら邪念場に並べられると思ったんでね。ということで今回ご紹介するのはこちら、出ました、コミコン限定版スーパーサイヤ人ゴジータ。はい、こちらをね入手できましたので、これを今回は見ていこうかなと思います。もうね箱絵からしても全然違うよね。しかもこれはね海外なんですけど、ちゃんとした正規品です、はい、バンダイのね、まあ、とりあえずね箱をね一周回して見ていただきたいと思います。はい、箱をねくるっと一周見ていただきましたが、とりあえずここにねちゃんと版権シールがついてますね、はい、正規品ってことです。ここにも魂ネーションのね、はい、ロゴの版権シールがついてます。裏のバーコードとかねそういうのがついてますけれども、うん、まあ、ここもねほぼ中国ですかね、うん、中国語で書かれている。はい、でこれね何が違うのかっていうね最大の特徴は、もう実物を見ていただいた方が早いんですけれども、日本で発売されたフィギュアーズゼロのゴジータ、これもね動画でアップさせていただいてるんですけれども、まあそれはねコンテナの方に、保管してるんで今手元にないんですよね、うん、なのでこのフィギュアを見ていただいた後に画像で載せますんでね、それで比較してもらいたいと思います。この箱をとりあえず出してみましょう。お約束としてブリスターの状態ですね、はい、こちらも見てもらいたいと思います。はい、ブリスターの状態でもねちょっとあのビニールがついてて、まだね全体像としては分かりづらいと思いますので、早速開封します。はい、開封しました。ではね見ていただきたいと思います。こちらです。はい、バンとね、はい、まあ一見するとね、まあ、まずねカラーが違う、うん、色が違いますよね、うん、まあ、とりあえずねもうね塗装っていうのがすごいブラッシュアップされてるんですよね。このオーラの光の反射がこの道着とかにも映って黄色くなってるんですよね、うん、この光の当たり方の表現、これがまずねすごいしっかりされてますね。でこの地面もねそれによって光ってるか黄色くなってますよね、うん、光が反射してる感じで、このね上のベストもそうですよね、黄色くなってますよね。でこのボディもねすごいですね、うん、陰影がはっきりして筋肉の隆起がね見事にはっきりと再現されてます。で一番この肝心な顔、うん、顔だった部分が一番違うと思います。こちら、こちらね顔が全く違うんですよ。
まあ、ちょっと比べるものがね、本当ちょっと今用意できないのが残念なんですが、うん、あの目つきが鋭くなってます、はい、目の輪郭がもうかなりシャープになってますね、うん、どっちかって言ったらベジータ寄りの目つきになってるのかな、うん、前回のはね結構ちょっと丸みを帯びてね、ちょっとパチモン感があったんですよね、うん、多分それを修正したんでしょうね、うん、この海外限定版でなんでこの状態で日本のやつも出してくれなかったんだって思いますけれどもね、うん、これかなりシャープになっててめっちゃいいですね、うん、やっぱこっちの方がいい、うん、ゴジータ感あるわ、ゴジータ感あるわ。でこういうねこの玉とか全部、あ、日本のやつも一体でしたっけね、うん、全てワンパーツ構成ですけれども、で道着もね本当はこれ青なんですが光が当たってるがゆえに水色に変わってるっていうね、光の反射でね、すごいですね。ここもグラデーションになってますからね、うん、すごい細かいところまでちゃんと再現されてる。うん、すごいですね。クリアパーツの塗装もね、めっちゃグラデーションがいいですね。とにかく顔が全然違うんですよね。どんだけ違うのかっていうのをね、ちょっと今画像で載せてますけれども、どうだと思います？全く違う、別物ですよね、うん、かなり印象が変わります、はい、最初からねこっちの方が良かったなって思いますね。この海外版の方が多分それで結構苦情とかもあったんじゃないかな。で今回のこちらのコミコン限定用に修正し直したって感じは受けますね、うん、だいたいねコミコン限定のやつはねフィギュアズゼロを、まあ、前回も前々回も出していたと思うんですけれども、だいたい色違いちょっとねブラッシュアップされるんですよね、うん、なんだろう、国内版で販売してその反響を見てコミコンで訂正して出してるって感じかな。それだったらちょっとね納得いきませんけれどもね、はい、まあ、ということでねこれはね、うん、邪念パナとっとなりに飾れると思います、はい、まあ、邪念場の方で横に飾る前にねとりあえずこちら背景を綺麗なものに変えてね一回転させてみたいと思います。ということでね回転させていましたがね、あのとりあえずねさっきは暗かったんですけれども、明るいところで今一度見てもらいたいと思いますが、
こんな感じでね、やっぱ鋭いんですよね、目つきがね。やっぱこっちの方がいいね、国内版より。じゃあちょっとね、邪念馬とね並べてみたいと思います。はい、ということでね、こうやって並べて飾るとすっげえかっけえな、マジでやばいね。いや何にしてもね、邪念馬がすごすぎるんですよこれ。邪念馬がいるからこそのこのゴジータも生えるっていうね、邪念馬効果すげえな。まあね、ほんとね、このゴジータに、こちらのゴジータに関しても修正が入ったんでね、確実に国内版よりはいいと思います。はい、まあ、個人差はありますけれどもね、捉え方によって。はい、まあ、とりあえずね、あの目つきが改善されたのはいいかなと思いますね。鋭くなって、これぞゴジータみたいなね顔つきになってよかったと思いますけれども、まあ、皆さんはね見てどう感じたでしょうか。こればかりはね、個人的見解になりますんでね。ということでね、今回はコミコン限定のゴジータ、こちらをね開封してご紹介させていただきました。はい、ということでね、今回の動画は以上になります。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。